はい、こんにちは、MBです。今日はユニクロの新作のバックパックについて紹介しようと思います。これいいんだけどなんかなって感じなんだよな。はい、というわけで、ライトウェイトバックパックですね。ユニクロが珍しくバックパック出してきました。ユニクロのバッグってだいたいデイパック型が多いと思うんですよね。アウトドアとか無印とかでも売ってるようなコンパクトなちっちゃい丸みのあるようなデイパックが多いと思うんですけど、今回はちょっとアウトドア風というか本格アウトドア風のバックパックを用意してきました。蓋がですね、こういう折り曲がってこう入れてとかとか物を入れてですね、畳んでカチッとこのパーツで止めるというようなバックパックですね。いわゆるいろんなブランドが、ポーターとかもこういう形作ってますけど、よくあるような形になっています。サイドにメッシュ のバッグがついて収納がついていて、スマホだったりとかいろんなマスクだったりとかね、いろいろペットボトルとか入れたりすると思うんですけれども、あとはデイパックと異なりですね、ちょっとストラップもかなりこう太めになってますね。これが担いだ時にね、やっぱりちょっとストラップがだいぶ太くなるんで、ちょっとデイパックよりもカジュアル、今までのユニクロがやってたデイパックよりも若干カジュアルな印象になるとは思います。これ2990円なんですけど、よくできてる方だと思います。2990円でこれだけ機能を詰め込んで、メッシュのこのバッグ収納があるでしょ。でここの中央のこのファスナーはですね、こんな感じでちょっと簡単なものを収納できたりだとか、パーツ類も豊富でですね、中身も出ないようになってるし、ちょっと後ろ側はですね、これなんか板っていうかウレタンの板かなが入っていてですね、衝撃吸収にもなってるんで、パソコンの収納するスリーブっていうのは別にないんですけれども、パソコン入れても問題はないんじゃないかなっていうぐらいにはなっております。で悪くないと思うし、いいアイテムだと思います。実際に使ってみるとこんな感じ。着こなしの中でもストラップの太さがちょっと気になれば気になるんですけれども、そんなに悪くはないかな。本当にガチのバックパックだと、このストラップが太いだけじゃなくて、ここになんかパーツが入っていたりとか、本当山登り感がすごいものもあるんですけれども、これは比較的コンパクトに作られてるんで、こんな感じのシャツスラックスの着こなしに合わせて、ギリギリスーツスタイルとかで合わせても、そんなおかしいぐらいにはならないっていうのが、今回のこのアイテムだと思います。素材もですね、リップストップの素材を使ってます。リップストップって、ピンとこない人もいるかもしれないですけど、もともとはミリタリーとかで使われてた素材なんですけれども、よーくこのアイテム見てください。表面にですね、動画じゃちょっと難しいと思うんで、ぜひユニクロの店頭で見てもらいたいんですけど、表面よーく見ると網目になってるんですよ。生地がなんかこう網目が見えると思うんです。細かい網目が見えると思うんですけど、これがリップストップの特徴でですね、引き先に強いと言われてます。引き先に強くてですね、なんていうか薄くて軽いんだけど、引き先が強くて破れにくいっていうのがリップストップの特徴でですね、ミリタリーウェアとかでもよく使われたりしますね。ナイフでもなかなか切れないみたいな話ですね。でリップストップってなんでそんな名前になってるかというと、なんかこう唇が止まるからリップストップみたいな話なんですけど、その辺の細かい語源とかを調べてみてください。リップストップ別に安い素材ではなくて、やっぱり耐久性も高くていい素材なので、非常にその凝った作りになっているとは思います。これ2990円にしてはかなり出来がいいと思うんですけれども、ただね、ちょっとペライかな。悪くないんですよ。リップストップの素材を使って耐久性が高いのはよくわかるんですよ。耐久性高いのはよくわかるし、水も弾いてくれてオールシーズン使えるのすごいよくわかるんだけど、残念ながらリップストップ使ってこの感じで一重裏地もついてない一重でやると、どうしてもペラペラの感じになっちゃうんですよね。バックパックってある程度その重厚感っていうか生地の厚さがないとちょっと安っぽく感じたりするじゃないですか。その分重くはなるから考え方次第なんだけど、軽くしてデイリーユースでストレスないようにっていう風に作ってると思うんですけど、そうするとその反面ちょっとこうペラッとしたような印象が出てきてしまって、バッグなんだけどちょっとバックパックなんだけどなんか軽すぎてなんか安っぽいみたいな印象になってしまう。この辺難しいよね。毎日使って軽いものっていうのを選ぶのか、それとも重厚感をあえて選んで毎日使うのちょっとストレスがかかるんだけど高級感をプラスするみたいな、どっち取るかみたいな話にはなると思うんだけど、GU のね
GU のね、スポーツバックパック2490円、こっちは全く真逆の考え方なんですよ。ユニクロのこのさっきの紹介したバッグは軽くて、まあちょっとその分ペライみたいな感じになったんですけど、こっちは重くて厚い感じです。厚みのある素材になっていて重厚感かなりあります。ただ重さとしては確かにこのユニクロの方がストレスがないような印象ではあります。まあ、と言ってもそんな別にすっげー重いわけではないんで、そこまでストレスになるわけじゃないですけど、個人的にはこのぐらいの張りのある素材の方が高級感あっていいかなというふうに思ってます。まあ、GU、同じような作りですね。こう折りたたんで中に荷物を入れて、折りたたんでカチッとカチッとパーツをつけて固定するっていう、まあおなじみの形なんですけど、実は GU ここにもジップついてるんですね。止水ジップになってるんですよ。水を止めてくれる、水の侵入を止めてくれる止水ジップになってるんですね。なのでユニクロは、こっちのメインの収納のところはですね、実はドローコードで絞るような形になってるんですね。ドローコードでこうギュッと絞って使う感じになってるんですけど、まあ、どう考えてもジップの方が簡単だし、確実に守ってくれると思いますんで、この辺 GU の方がポイント高いかなというふうに思うのと、あと GU これちょっと面白いのがですね、実はバッグなんだけど、まあ、使うかどうかはさておきとして、トートバッグにもなるんですよ。ストラップ普通に出ちゃってるんで、まあトートバッグって言えんのかどうか微妙なところではあるんですけれども、ただこの辺のギミックがですね、僕は GU の方が気が利いてんじゃないかなってちょっと思うんですよね。まあいろんなところ見ると、確かにユニクロ軽くていいんだけど、トートバッグとして使うようなこういう持ち手のストラップもないし、まあここのそのメインのところもこうドローコードで引っ張るような形状になっているので、まあもちろんその考え方次第ではあるんだけど、 GU の方が高級感あって使い勝手が良くて、で値段もほんのちょっとユニクロより安いので500円ぐらい安いのかな。僕は個人的にはこっちの方がおすすめかなというふうに思います。形自体はそんなに変わらないんで、まあ、本当に機能性みたいなところにはなっちゃう、機能性と素材感になっちゃうんですけれども、まあ、やっぱり GU 長いこと物を作ってきてるんで、その辺の蓄積がユニクロとはちょっと違うのかなというのもちょっと個人的には思いますね。まあ、同じ会社なんだけど GU とユニクロって全く違う生産背景使って、全然お互い交わらずに走ってるので、まあ、こういうことが起こり得るのかなというふうに思いますね。むしろ逆にこれがユニクロラインで出てくれた方がなんか僕の中ではこうスッキリするというか、ああこういう丈夫な素材ユニクロ使うような、こういう機能性とかちゃんと考えるよなっていうところがなんとなくこうしっくりくるんですけど、意外となんかこうユニクロ本家のバックパックの方はなんかそこまで GU ほど完成度が高くないんじゃないのかなというふうには思っちゃいましたね。まあそれ以外にも結構このシリーズはちょっと僕ユニクロ若干外しちゃってるかなっていうふうには思っていて、サコッシュみたいなのも出してるんですよね。同じ素材、リップストップの素材を使ったサコッシュみたいなのも出してるんですけど、名前がライトウェイトファニーバッグですね。これもすっかりセールにかかって500円ぐらいで買えるんで、500円にしてはクオリティ超高いと思うんですけど、このサコッシュのね、残念ながら紐の感じだいぶチープですよね。なんか雑誌の付録みたいな感じにもちょっと見えちゃうんで、もう少し重厚感あるもので作ってあげた方が良かったんじゃないのかなというふうに、なんかユニクロっぽくないようなバッグだなっていうふうに思っちゃいますね。で GU とかだとウエストバッグ結構やっぱり同じ素材作ってるやつ、さっきのバッグと同じ素材作ってるやつですけども、だいぶやっぱり重厚感あって高級風に見せるコツが分かってるというか、こういうウエストバッグなんだけど、ウエストバッグのこの部分、ここの部分にもジップをつけてて、小物がちょっと入れられる、例えばマスクとか入れられるようになったりとか、なかなかね、細かいところに配慮が行き届いてるのが GU のこのバック類のいいところだと思うので、小物に関してはやっぱりちょっと歴史が違う分、ユニクロよりも GU の方が、一歩上かなみたいなのはたまに感じることがありますね。はい。というわけで今回はですね、ユニクロのライトウェイトバックパックなんですけれども、結論としては個人的には GU のバックパックの方がおすすめ。もしくはライトウェイトファニーバッグ、サコッシュみたいなタイプもですね、GU の方がちょっといいんじゃないのかなっていうのが、個人的な結論となりました。まあもちろん軽くて使いやすいっていうのがあるので、まあ日常的に使うから軽い方がいい。コンパクトに畳めるのもあるので、コンパクトに畳めるユニクロの方が機能的で僕には合ってるっていう人もいると思うんで、絶対にダメとか買うべきじゃないとかってまでは思わないんですけれども、ただまあ高級感とか見た目とかっていうところに考えてみると GU の方が一歩進んでるかなというふうには思っちゃいましたね。
はい、そんな感じ、ぜひ購入の時の参考になればというふうに思います。まあユニクロもね、まあ本当に山ほど商品出してるので、たまにちょっと違うんじゃないかなっていうアイテムもあるしね、まあいいアイテムもあるんですけれども、まあ見極められるような審美眼があるとですね、よりショッピングがはかどるのではないかなというふうに思ってますので、参考にしていただければというふうに思います。はい、MB チャンネル、普段はファッションロジック、豆知識、商品紹介などの行っております、美容の話やビジネスの話など男性を総合的にサポートするチャンネルでもありますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。